山帽子は、水木か水木族山帽子屋族の落葉鉱木。和名山帽子の由来は、登場の過剰、総兵の頭に、総方辺を白い頭巾に見立てたことによるとする説がある。別名では、山桑とも呼ばれる。山帽子の日本一の名所と言われる箱根では昔、草と呼ばれていたので、学名に、交砂と付けられた。日本では、 本州の東北地方南部から九州の薬島まで及び朝鮮半島中国に分布する。山地や農山に普通に見られる。山防止の未成熟な果実山防止の果実落葉紅葉樹の中高木。通常高さ5から10メートル未の直径50センチメートル程度までの小高木だが稀に高さ20メートル直径1メートルに達する。 株立ちと一本立ちのものある。幹は肺褐色。葉は耐性し、楕円形、または卵円形で、長さ4から12センチメートル、前円でやや波打つ。花期は5から7月。白色の花びらに見える、双方辺が4枚あり、双方辺の中心に、単行緑色で小さい花が、球状になって、多数密集する。花形は、花水木に非常によく似ている。 花付きが良く、満開時は花の重みで枝がしなる。果実は集合果で直径1から3センチメートルで休憩。秋に赤くこなして年覚醒で甘みがあり、食用になる。種子は大きさ約3ミリメートルの乳白色で一家に8粒入っている。西日を嫌うため敷地の東側から南方に植えて育てられる。 本来山の谷筋などに自生する樹木であるので、水はけの良い常に水が存在する場所を好む。栽培する土壌の質は、日向の適当に湿度を保った、砂浄土にして根は深く張る。植栽適期は2から3月、または3月下旬から4月上旬か10月中旬から11月とされる。樹形は自然に整うが、 不要枝を剪定する場合は1月中旬から3月中旬に行い、さらに必要な時は9月中旬から10月中旬に行う。病気では特に目立ったものはないが、害虫ではアブラムシ、カイガラムシがつくことがあり、土病を誘発する。また、幹に穴を開けて食害する鉄砲虫がつくことがあり、注意が必要。品種改良によって実の大きな品種。 不入りの品種、赤みがかった花をつける品種、黄色の花をつける品種などの多彩な種が流通している。なお、時は山帽子あるいは、香港エンシスという園芸名で流通している、常緑の品種は、中国原産のン香港ンシスである。街路樹、庭園樹、公園樹としても用いられ、あまり大きくならないので庭木に向いている。春に葉にせんだ立て花が咲く花水木と異なり、 葉が出た後に花が咲く。山帽子は落ち着いた雰囲気をかもす。株立ちは根元まで干渉の対象にされる。材は器具材として用いられる。禁縁に花水器があるが、こちらの果実は集合化にならず、個々の果実が分離している。山帽子は同じ山帽子家族の禁縁種である花水器の深刻な病害である花水器炭素病に抵抗性がある。 花水木炭素病の感染地域では、感染によって、花水木の街路樹が故障すると、花水木炭素病に抵抗性がある、山防止、または花水木の山防止交配品種に植え替える、病害対策が行われることがある。果肉は柔らかく、黄色からオレンジ色でありマンゴーのような、甘さがある。果皮も熟したものは、とても甘く、シャリシャリして砂糖粒のような食感がある。 果実種にも適する。また、山防止の果実は食用にできるが、花水木の果実には毒があり、食用にできない。この点からも、公園など公共の場に植えられている花水木が山防止に置き換えられるケースもある。ありがとうございます。